はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけで、今回のドラゴンクエスト3リメイクの動画なんですけれど、船を手に入れたら速攻手に入れたいレアアイテム紹介。はい、というわけで、ドラゴンクエスト3ではストーリーを進めるとポルトガ王から船をもらうというイベントが行われます。ドラクエの素晴らしいところの一つなんですけれど、船を手に入れると自由度が増していろんなところに行けたり、いろんなストーリーが進められたり、いろんなアイテムが手に入ったりって楽しさがめちゃくちゃ増しますよね。そんな素晴らしいドラゴンクエストなんですけど、今回はその自由を手に入れてすぐにゲットできるレアアイテムを紹介していきたいと思います。はい、というわけで改めまして今回の動画の紹介をしたいと思います。まずはレアアイテムの場所を紹介いたします。そして入手方法、そして効率よく集められる方法などを紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご参照いただければ嬉しく思います。レアアイテムの噂を聞いたことあるけれど、なかなか見つからないよという方も、この動画を見れば少し効率が上がると思われますので、ぜひ最後までご参考いただければ嬉しく思います。ちなみに今回のこのレアアイテムなんですけれど、商人の穴掘りが必須となりますので、約ね、レベルを12から13まで上げる必要がありますので、あらかじめご了承ください。それでは本編行ってみましょう。それではレアアイテムの一つ目を紹介していきたいと思います。まず船を手に入れたらアープの塔に行きます。アープの塔の場所なんですけれど、大体地図の真ん中の東側にあります。画像の方をご参照ください。それではアープの塔に着いたということで、やり方の紹介をしていきたいと思います。まず一度アープの塔に入って出入りをしましょう。そして出たら3歩進んで穴を掘ります。ちなみに3歩進む場所は上でも下でも横でも構いません。で、今回使わせていただきます、商人の穴掘りという技なんですけれど、同じ場所を掘り続けることができるんですけれど、1回目から6回目というのはゴールドが出たり、いろんなアイテムを手に入れることができたのですが、7回目以降はどんなに掘り続けても、個人的な調べによってはアイテムやゴールドが全然出てこなかったっていうことが分かりました。これは左一歩歩けばではなくて、この辺のですね、数歩の地域がですね、すべて同じ対象になっていたので、まずですね、この穴掘りは7回目以降はほとんどね、アイテムが出ないって思っても間違いないんじゃないかなと思われます。じゃあどうすればいいんだってことなんですけど、簡単です。近くにはアープの塔というダンジョンがありますので、7回掘っても意味がないので、これ以降はダンジョンに入ってまた出るを繰り返せばいいだけです。このことを知らないと永遠にね、何も手に入らないアイテムを掘り続けるっていうことになってしまいますので、まずこちらの方を繰り返すっていうことをやっていきましょう。そして今回の検証のために試してみたんですけれど、昼にも夜も全然関係ありませんので、こちらの方は気にしなくて大丈夫です。そして少しでもアイテムが早く手に入る方法の一つなんですけど、運の良さが上がる装備をしてみましょう。穴掘りを覚えたばかりだとそんなに運の良さがなかったりするので、まずはですね、まあ金ね、運の良さが上がる装備品を2つ装備することで少しね、確率が上がったような感じがしました。実際自分がですね、やってみて装備をしている時としていなかった時なんですけれど、基本的に1ゴールドや2ゴールド、条約層などなどが手に入るんですけれど、そちらの手に入る率が少し上がったなと体感的にも感じられました。実際関係ないことかもしれないんですけれど、やっぱり運の良さが高い方が手に入るような気がしちゃいますよね。以上の紹介を踏まえまして、自分はだいたい3、4分くらいで幸せの靴を1個ゲットすることができました。はい、それで幸せの靴なんですけれど、歩くたびに経験値が入るっていうことで、まだね、ストーリーの序盤ということで、もうこの時点でですね、装備させておけばね、ガンガンレベルも上がっていきますし、さらに運の良さが50も上がるっていうことで、とても使える装備品となっております。ぜひ船を手に入れてすぐ手に入れたい装備の一つですよね。それでは次の装備品の方も紹介していきましょう。それでは2つ目のレアアイテムの方を紹介していきましょう。場所の方はグリーンラッドになります。グリーンラッドの場所なんですけれど、アリアハンからルーラして南に行けばすぐ着くと思われます。地図の方貼ってありますので、画像の方をご覧ください。そしてレアアイテムの取得方法なんですけれど、幸せの靴と同じ方法になります。グリーンラッドの出入りをする、その後に3歩ぐらい進んでから穴掘りをする、そして出なかったらまたグリーンラッドの出入りするっていうことを繰り返していきましょう。そしてなんとグリーンラッドで2つのアイテムをゲットすることができます。まあ、同時に狙っていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。というわけで、まず1個目のアイテム、ドラゴンテイルをゲットしました。こちらドラゴンに大ダメージを与える無知で、しかも攻撃力が62ということで、序盤とは思えない強さを誇っています。
船を手に入れられたこの時点で手に入ったらめちゃくちゃ攻略楽になりますよね。そしてこういう風にレアアイテムを探していくといろんなことが起きます。はい、ということで所持金のゴールドの半分をですね穴掘りでゲットすることもできるので、なるべく所持ゴールドを持った状態でこちらのレアアイテム探しをするともっと効率が良くなるかもしれません。はい、そしてドラゴンテイルをですね1個ゲットしてですね、もう1つのアイテムを探すぞっていうところでですね、なんと2個目のドラゴンテイルもゲットしてしまいました。1個だけじゃないんですね。もう1つのアイテムを探す間にもう1個ゲットしちゃったらかなり攻略楽になりそうですね。はい、というわけでこのようにいろんな可能性を秘めた穴掘りどん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 掘ってどん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 攻略をしていきましょう。はい、ということでお待たせいたしました、2つ目の装備品となります。ちなみにドラゴンテール2個目を手に入れてから5分後ぐらいにこちらのゲット不思議な帽子を見つけました。はい、でこちらの不思議な帽子なんですけど、呪文の消費マジックポイントを減らしてくれる不思議な帽子となっています。これからダンジョンとかいろいろ長いところに行くとマジックポイントって足んなくなってしまいますよね。そんな時に役に立つのがこちらの不思議な帽子。そして一つ目に紹介した幸せの靴、そして二つ目のドラゴンテイルは、まあ店で買ったりとかですね、キラキラで手に入ったりするんですけれど、なんとこちらの不思議な帽子に関してはですね、モンスターのドロップとここでしか手に入れることができません。ということでかなりレアアイテムだっていうことがわかりますよね。ですので、ぜひぜひまだ持ってないよっていう方は頑張ってゲットしてみてください。実際こちらの動画ではまとめているので、まあ、5、6分で済んでると思うんですけれど、実際自分もですね収録のために録画をしたらですね、まあ、16、7分ぐらいかかりました。なので全然出ないじゃないかと思うかもしれませんが、諦めないで最後までやってみてください。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もお楽しみいただければ嬉しく思います。それではまた次の動画で会いましょう。またね。